12球団別 FA 制度導入後の人的保障流出ランキング。1993年に FA 制度が導入されて以降、人的保障によって流出してしまった選手の人数が多い球団順でランキングにしました。7位から2位の発表です。第7位は3球団でそれぞれ1人でした。埼玉西武ライオンズ、2007年、福地和樹。中日ドラゴンズ、2007年、岡本慎也。東北楽天ゴールデンイーグルス、2019年、小野文也。第6位、横浜 DeNA ベイスターズ、2人。2017年、尾中裕也。2013年、鶴岡和成。第5位、千葉ロッテマリーンズ、3人。2019年、酒井智人。2013年、中郷大輝。2011年、高口孝之。第3位は2球団が4人で並びました。オリックスバファローズ、2023年、日高敦美。2022年、跳躍。2012年、高宮和也。2001年、勇気近鉄。全身球団同士の移籍でした。阪神タイガース、2018年、竹安大地。2016年、金田和幸。2010年、高濱拓也。2007年、赤松正人。第2位、福岡ソフトバンクホークス、6人。2023年、甲斐野博。2022年、田中正義。2021年、岩崎翔。2013年、藤岡義明。2012年、真原孝弘。2006年、吉武慎太郎。そして第1位は読売ジャイアンツの14人でした。2020年、田中俊太。2018年、宇都宮哲也。2018年、長野久義。2017年、高木隼人。2016年、平健太郎。2014年、奥村信行。2013年、市岡隆治。2013年、脇谷亮太。2011年、藤井秀吾。2006年、工藤公康。2005年、小田康平。2005年、江藤明。2001年、平松和弘。1995年、川辺忠義。流出人数が最も少なかったのは広島、ヤクルト、日本ハムで0人でした。